高齢者住宅は、高齢者が老後を過ごすための住宅。高齢者が老後を過ごす場所には様々あるが、住宅の定義は曖昧かつたようであり、どれが、高齢者住宅に該当するかどうかの判断は、難しい。しかしながら、一般に、住宅とは、各居室が完全に仕切られた空間で、世帯がそこで生活を営める状態であることを言う。また、 そこに住む人の固有の場所であり、所有者などの都合によって、場所の変更などが行われないことも重要な要件である。その点では、ゴルフ場のロッカーなどと同様の利用権方式をとっている、有料老人ホームや老人介護施設は、住宅とは言い難い面もある。住宅型有料老人ホームにおいて、住宅型と、あえて型と付けて故障しているのは、厳密には、 住宅ではないといった意味を含んでいるものと考えられる。また、キッチン、洗面、浴室、トイレなどの水回りが居室内にない、部屋に鍵がかからず、プライバシーに欠けるといったケースが多く、この点においても、有料老人ホームや老人介護施設は住宅とは言えない面がある。このような利用権方式かつ十分な住宅性能に欠けるものを除けば、 高齢者住宅といえるのは、高齢者向け分譲マンションと、サービス付き高齢者向け住宅の2種類しかない。なお、前者は所有権方式であり、後者は賃借権方式である。ありがとうございます。